俺の金髪、まあまあ、不評コメ多くない？まあいいって言ってくれてる人もいるんだけどさ、もちろん。不評コメ多すぎ！ただ、1年くらいだけ、金髪にしただけでめっちゃ不評！悲しいよ、俺は！ってことで黒髪にしました。でもね、僕言いたいんだけど、別に金髪が不評だったから、なんかみんなに金髪やめてって言われたから黒髪に戻したわけじゃなくて、もともと別にイベント終わったら黒髪に戻そうと思ってたのよ。でもあまりにも書かれたから、でこのタイミングで戻しちゃったから、なんか拗ねた人みたいになってるよね俺今。拗ねたわけじゃないからね、絶対に。今回の動画はね、めちゃめちゃ久々に実写動画を撮ってるわけなんだけど、僕ね、2024年の7月の22日で11周年なんですよ。11周年。11。で、これ邪魔だな、絶対。これ手に持つランプじゃ絶対ないな、これ。重いし、やめよう。でね、11周年なわけよ。いやー、僕、YouTube、マジで、絶対に2、3年で終わると思ってました。僕がね、YouTube 自体は続いていくと思うけど、僕自体はもう本当にすぐ終わると思ってたんで、いや、嬉しいね。ということでね、久々に質問を Twitter、いや、X で募集しました。そしたらね、なんとね、4000件以上のね、質問をいただきまして、ちょっとそちらに今日は回答していこうと思います。今日の動画は緩いよ。今日は本当に、もうただのんびり質問コーナーするだけなんで、もういつも見てくれてるね、みんなへの感謝。でもいつもは答えない質問にも答えようと思います。じゃあやってこう。MBTI 何ですか？これ、僕診断したんですよ。診断した結果、討論者。ENTP でした。なんか、ENTP って、なんかね、頭おかしいんだって。でも頭の回転が速い上に、大胆な気質の持ち主で、迷わず現状に異議を唱えるタイプの人たちです。それどころか、相手が誰であっても、またどんな内容であっても、反対意見を述べることに躊躇しません。結構当たってるかもしんないな。いやー、嬉しいね。でもなんか、討論者。他に有名な人だと、トム・ハンクスとか、あとトーマス・エジソン。一緒なんだよね、俺と。だからエジソンの血も流れてるわけだよね。またイベントやってくれますか？もちろん、やります、僕は。僕ずーっと言ってるんで、1万人の会場でのイベント、1万人の会場での1人イベントを絶対にね、やるって決めてるんで、皆さんそこまでついてきてください。絶対やります。ポキさんにとってのプチ贅沢は、サウナかな。サウナいいよね、やっぱ。なんか、やっぱ動画撮影終わった後とか、まあ、夜中に結構行くんですけど、いや、いいよ。なんかさ、ぼーっとしてる時間があるのよ、サウナって。一回入って水風呂入った後に。その時間は結構贅沢だよね。あと、それが終わった後に、ちょっとこう、お酒を飲んだりするんだけど、それがまあ楽しい。ディズニーのファンタジースプリングス行ったことありますか？新しくできたエリアだよね。ないです。お願いします！ディズニーさん！ディズニーシーさん！ちょっとなんかディズニー感あるじゃん、これとか。ね？てか俺普通にディズニーシーめちゃめちゃ好きだし、ディズニーランドめちゃめちゃ好きなんで、普通に行きたい。まあ個人的になんか、当たんないんだよね、確か。なかなか入れないんだよね、ここ。まあちょっと、どうしたらいいんだろう。まあ、また空いたら行きます。好きな女の子のタイプは何ですか？女の子のタイプってめちゃめちゃ難しくない？なんかでも、なんかこう、笑顔な子。とかかな。なんか笑顔な子とか、あと僕 YouTuber なんで、まあ YouTuber ゲーム実況者なんで、やっぱ変なんですよ。生活とか、なんかいろいろ。だからそれでもいいような子とかがいたらなーって思いますね。いや、お前がいるよ。わかってる。わかってる。ミスター・ビーストとのコラボはいつしますか？まあ、2年後くらいかな。あの方世界一の YouTuber でしょ？で、まあ僕が、まあ世界一のゲーム実況者になってて、その頃には。そう、YouTuber とゲーム実況者でこう、交わる的なね。なったらいいね。人生でまだやったことない、挑戦してみたいことありますか？これさ、挑戦とかで言うと、まあそのね、でっかいイベントとか、まだしたことないからやってみたいんだけど、個人的なことで言うと、バンジージャンプやってみたいんだよね、俺。俺さ、ジェットコースターマジで得意で、
本当にもう全く怖くなくて、むしろ乗りたい乗りたいタイプなんだけど、バンジーやったことなくて、ちょっとバンジージャンプやってみたいです。こんなに伸びると思わなかったっていう動画ありますか？まあ GTA のあの山から下るやつかな。あれはね、1000万再生とか突破してんだっけ、確か。すごいです。はい、あの動画だって山から下るだけなのよ。で、多分収録時間15分くらいなの。しかも別に成功は一応してるんだけど、なんかもうギリッギリで成功してる動画だから、いや嬉しいけどね、嬉しいけどびっくりしてます。あれが1000万再生なことに。そうそう、重くなってきて。女子から告白することどう思いますか？いいんじゃない？もうそういう時代でしょ。なんか恨めしやじゃなくて、女子から告白すること、いや、いいんじゃないですか？もうそういう時代でしょ。ね、どっちがどうとか、ね、性別とかでさ、なんかとかいう時代じゃないんですよ、皆さんも。どちらでも良い。11周年ということで、Uber の好きな食べ物ランキング11位を教えてください。むずー !11 位か。あー、はい。マグロ、アボカ丼。なんかね、マグロと、アボカドと、あと、トロロが、なんかご飯にかかってる、なんか、丼みたいなのがあるんだけど、それだね。それ結構好き。まあ、11位くらい。あんま好きじゃないじゃん。ボキさんの歌声とっても好きだったので、また聞きたいのですが、イベントで披露した曲の配信予定はありますか？嬉しいですね、こんなこと言ってくれるなんて。今年のね、ポキルテ。まあ大阪と東京でやったんですけど、ちょっと歌ったんですよ、僕。で、披露した曲の配信予定ね。お楽しみにとか言って。とか言って10年後。まだ出てないな。いやいや、そんなことにはさせないはず。頑張ります。頑張ればね、俺が頑張れば出るから。ゲーム実況者してよかったなって思う瞬間ありますか？まあもう全てにおいてよかったなって思うことしかないんだけど、俺は。一番なんだろうな。でもゲームの作者さんとかと、もう俺もともとめっちゃゲーム好きで、もうずーっとゲームやっててゲーム実況者になった男なんで、ゲームの作者さんって結構なんか神的な存在なのよ。で、そういう作者さんが僕のことを知ってくれてたりしたりすると、なんかうわ夢あるなって思いますね。うん、まあ他にもいっぱい僕がね、なんか経験してきたことを、ゲーム実況者やってないと経験できなかったことは全部ゲーム実況者しててよかったことだな。ポキさんって推しいたりしますか？まあ、ずっとね、もう本当にもう7年8年くらい前から僕ジャスティン・ビーバーが好きなんですよ。ライブ行くくらい。ジャスティン・ビーバーかな、好きなんだよね本当に。うん、ジャスティン。行ってみたいところ、観光地、海外などはありますか？イギリス、ロンドン、フランス、パリ。まあだからヨーロッパ行ってみたいよね。なんかヨーロッパってちょっとさ、映画の中の世界観ない？僕しかもあの007好きなんですよ。スパイ映画なんだけど、それは結構イギリスとか、まあ、舞台になることが多いんで行ってみたいんだよね。あの街並み、この目で見てみて。年内の総登録者数何人目指しますか？今何人なんだろう。今何人か見ていいですか？それからまず決めないと。今が359万3233人。まあ、こういうのって大体夢は大きく、目標はでかくいかないとその目標を絶対達成できないんで、まあ360万人くらいかな。結婚のご予定はございますか？これめちゃめちゃ聞かれたんだけどさ、結婚しないんですかとか、結婚実はしてるんじゃないですかみたいな。してません。はい、する予定もありません。すいません。いや、なんかさ、結婚ラッシュじゃない？みんな結婚ラッシュだよね。なんか、いやでも僕昔からずっともう11年 YouTube やってるんで、みんな周りの YouTuber さんとかがまだ20代前半の時からみんなのことを見てるわけ。俺は普通に視聴者としてね、動画とかを見てる。そういう人たちがさ、結婚どんどんしていくと、なんか嬉しいなーって思うよね。
なんで俺結婚式呼んでくれないの？ねえ、誰にも呼ばれてないけど、 YouTuber さん、まあ、いないからか、友達いないからだわ。悲しい。11年やって一人くらい呼んでくれてもいいよね。ゲーム実況者、結婚式あげてないの？俺のこと呼んで。もうほんと静かにしてるし、ちゃんとお祝いするから、ほんと呼んでほしい。ご祝儀とかなんか相場の 2.5 倍くらい出すから。金やん、金で行こうとしてるやん。ダサいやん。1000億円もらって友達全員いなくなるか、友達たくさんできて全財産なくなるか、どっちがいいですか？究極すぎだろ。いや、これ即答でさ、友達たくさんの方に決まってるだろうって言おうかなって思ったけど、ちょ、究極すぎるって。1000億がまずでかすぎるし、全財産なくなるの無理すぎだろ。てか、もともとそんな友達いないから、もう友達全員いなくなるでいいよ。もう1000億あったら友達なんかできるだろう。知らんけど。でもそれって本当友達じゃないよねって話か。深い質問。そんな求めてない。ポキさんが体験した嘘っぽい実話を教えてください。なんだろうな、嘘っぽい実話。いや、でも僕、前の家の時になんかストーカーされたことがあって、これガチで、なんか僕のよく行くラーメン屋さんにこうやって歩いて向かってたんですよ、マンションから出てね。そしたらなんかこう前に立ち止まってた人がこうスマホで電話をするふりをしながら、俺が通り過ぎた瞬間にこう俺のことを追ってきて、で俺は最初気づかなかったの、追われてるって。でなんかこう俺のこと抜かしていくので、抜かしていく時にこう写真を撮ってんの。超怖くない？撮りながら前行って、なんか明らか変なの挙動が、捉えてる方って分かるんだけど。だからストーカーされたことがあります。はい、これは実話です。僕体験しました、身をもって。ストーカーってあれ実際あります。はい、やめてください、怖いんでされた方はね。ポキさんって八王子西口に住んでるんですか？これなんか生放送のネタで、八王子西口のゲオにゲーム売りに行くわとか言ったから多分住んでると思われてるんですけど、住んでません。すいません、八王子じゃないです。はい、女性の K-POP アイドルグループで好きな人はいますか？うわー、好きな人まではわかんないな。いや、知ってる方いますよ、そのニュージーンズさんとかさ、あとブラックピンクさん。いや、まあ曲とかは聞いて、おいいなって思いますよ、もちろん。でもなんかライブとか行くとか、グッズを買うほど好きなのはいないですね。まあ BTS 好きだよ、男性だけど。バンタンは好き、ライブも行ったことあるしね。うん、一回だけだけど。一番自信のあるモノマネを教えてください。あわよくば披露してください。ミッキーです、これは。あは、僕ミッキー。みんなあまりにうますぎて、本当にミッキーが喋ってると思われたことがあるんだよ、配信中にね。ハピネス。あお、グーフィー、ダメじゃないか。今ポッキーが質問コーナーをやってるよ。いつ終わればいいんだこれ、長っ。スマホカバー見せて。これです。なんでなんか黒のなんかシンプルなやつ使ってます。生まれて最初に喋った言葉は何ですか？おぎゃーさんって言いました。今まで実況してきたゲームの中で、主人公としてゲームの世界に入れるとしたら何のゲームに行きたいですか？主人公か。バイオとか絶対嫌でしょ。まず結構俺ホラーゲーム多いからな。主人公なんだろう。うわー、むずっ。なんだろう、いや、トリコか。トリコのあの主人公になってトリコと一緒に冒険したいわ。11周年にちなんで体で11を表してください。じゃあね、表すか。11を表す。体で手だけじゃダメってことか。
いつも動画拝見してます？最近自分は昔の動画から見返してます？個人的にポキさんの動画で一番好きなのはシラズアートさんの作品のホラーゲー実況です。何これ。パソコン買って初のゲームは何がいいですか？初か。まあ簡単で、なんかキーボード操作とかにも慣れた方がいいから、簡単かつ、まあ、楽しいやつがいいよね。アウトラストっていうゲームおすすめですよ。レンさんとどう仲良くなったの？まあ、レンはね、あの学生時代から、まあ、一緒なんですけど、あのなんか高校の時に、なんだっけ、僕がなんかあのマウスを貸してあげたんだよね、レンに。なんか僕マウス、ゲーミングマウス持ってて、なんかゲーミングマウス、なんかレーザーかなんか、レーザーっていうねゲーミングのブランドがあるんですけど、そのとマウスを持ってて、でその話をした時になんか貸してよみたいに言われて、おいいよっつってゲーミングマウスを貸してあげたのがきっかけだね。うん、まあ、ちゃんと返してもらったからね、あのゲーミングマウスは。まだ帰ってきてません。だったらおもろいよね。ドリームログを制作してる時の裏話あったら教えてほしいです。ドリームログっていうのは、あのポキルテっていうね、今回やった10周年イベントの時に歌った曲2曲あるんですけど、歌ってみた MB ベイビーと、もう1曲オリジナル曲で、ね、そのオリジナル曲がドリームログっていう曲なんですけど、裏話、この曲ね、僕ちょっとだけこう作詞で参加したんですよ。もうめっちゃむずかったね。そのメロディーが先にあって、そこにこう自分の伝えたい歌詞を入れていくんだけど、まああの僕が全部書いたわけじゃなくて、こうすごい協力して、まあ、作曲家さんのと一緒に作ったんだけど、マジでむずかった。でもね、なんかやっぱ変にさ、何かこうおしゃれなさ言葉をさ使うことはできないじゃん。だって別に本業じゃないし。なんで、まあ、もうそのままもう素直に書こうって思って素直に書きました。ポキマルの新作ぬいぐるみって出ますか？まあ出したいよね。ポキマルのぬいぐるみはもうだいぶ出してないからね。ちょっと前にね、ポキ用のぬいぐるみは出したけど、うん、いつか出したい。これは出したら買ってください。自分的にもっと伸びていいなと思った過去面白いと思う実写動画は何ですか？まあ面白いかどうか一旦置いといて、去年一昨年かの夏にやったなんか祭り、屋台を立ててさ花火上げる実写動画あるんですよ。めっちゃ大変だった実写動画があるんですよ。規模でかくて、もっと伸びて頼むから。もうあれが伸びなかったことでちょっとねえ、実写動画欲がもうポキッと心が折れた、そんな作品です。見てみてください。はい、でもちょっと実写動画定期的にねまた撮りたいんで、まあ、いつか撮ります。またポキさん、最新の TikTok の更新から1年が経とうとしていますが、この現実をどう受け止めますか？ TikTok ね、見る線になっちゃいました。はい、見る線にいるでしょ。カラオケとか行っても聞き線ってね、こんな感じ、見る線。マラカス持ちだから見てるから、マラカス持ちだからこうやってこんな感じで見てるから安心して。まあ、いつか更新したいな。でも YouTube ショートの方がなんかね、いいよね、俺的には。俺 YouTube が本拠地みたいな感じだし、うん、YouTube にショートは上げたい。はい、ゲーム実況者グループ過去ポミソ汁を作ろうとしたきっかけは何ですか？楽しそうだから。もうそれだけだね。うん、あのね、ポミソのみんなとはね、まあ、実況もちょくちょく、まあ、撮ってて、まあ上げても投稿もチャンネルを作ってね、投稿もしてるんですけど、もうね、本当にただの友達になってるね。いや、めっちゃいいことなんだけど、もうなんか動画撮らずに脱出ゲーム行ったりとか、なんかこの前ももう遊びに行ったり、お花見したり、動画一切撮らず桜見に行ったりさ、してなんか楽しい。もうなんかただ楽しんでる友達ができました。はい、いやでも大切なのよね、この動画を撮らずにさ。俺なんか結構めっちゃ理想だなって思いましたね。なんか動画を撮らずに、なんか動画を撮らずにそのね、その遊ぶっていうのも、はい、
今まで言ったことのない初出し情報を一つ公開してください。僕のお母さんの出身地は三重県です。はい、これ初出し。まあそりゃそうか、だいたいまあてか別にどこでも驚かんか。最近ハマってることを11文字で教えてください。11周年だからね。11文字か。深夜に外に出て井戸。ここまでだ。すいません、ここまでです。はい、くそー、伝わんなかった。11文字じゃやっぱ伝わんねえわ。怖がりの友達をどうにかホラゲ好きにしたので、おすすめのホラゲ教えてください。これめちゃめちゃサイコパスです、実は。はい、怖がりの友達をホラゲ好きにさせる、もうなんか人体実験をしようとしてるからね、これ。控えめに言っても、おすすめのホラゲか。まあ、継ぐの日とか。継ぐの日は、まあ、ホラゲの中でも結構ね、まあ、ゆるいホラーな時もあるんで、まあ、そういうの。特に、ポッキー冒険探、やってみてください。はい。感動作品です。好きな公園の遊具、本当に聞きたいん？ねえ。しかもないよ。ブランコ。ブランコかな？滑り台。本当に聞きたい？なんかもう短いし、質問文ももう短いし、なんか投げやりだし、何ですかとかじゃなくて、好きな公園の遊具本当に聞きたいんか。ゲーム以外で普段何してますか？いや、何してる、何もしてないな別に。まあお仕事はしてますよ、いろいろ。はい、いろいろ裏でね動いてるお仕事もまあ何個かあるんですけど、まあ暇な時は、まあ、ゲームしたり映画見たり、してますね。はい。いやもうだから家にいすぎてさ、ちょっと部屋が今汚い、最高級に。誰か片付けて。もうダメだ俺、生活力ない。もうダメだ、ほんとダメ人間になっちゃってる本当に。私はゲーム会社に就職して価値のあるゲームを作り、ユーザーの心に残るゲームを作りたいという夢があります。素敵。ボキーさんはどんな気持ちや思いを動画に込めていますか、教えてほしいです。改めて10周年おめでとうございます。これからも応援してます、頑張ってください。ありがとう。どんな気持ちや思いを動画に込めていますか。いやでもなんだろう、気持ちか。いやまあ僕は本当にまず始まりが自分が楽しいからゲーム実況を始めたわけよ。ただね、ただゲームを実況するっておもろって思って、俺の好きなことをなんか実況するっておもろって思って始めたわけなんだけど、最近やっぱイベントとか通したりしてみんなに会ったりね、なんかその直接声とかを聞くようになって、やっぱなんか笑ってくれてる空間、こう笑顔になってる空間ってめっちゃ素敵だなって思って、なんか動画でねそれをまあ普段して、でイベントでももっと濃密なこう楽しませる、その時だけなんか全部忘れて、日々のやっぱね辛いこととかあると思うし、大変なこともあると思うんだけど、もうその日だけは全部忘れられるようなイベントにしたいから。でもそのイベントに行きたいと思うには日頃の動画がやっぱそういうものでないとダメだと思うから、それを目指してますね。楽しかったりなんかね、くだらないことで笑ってくれるようなまあ動画を作れたらと思ってます。コキさんの動画に出たいです、どうしたらいいですか、おめでとう。夢が叶いました、この人の出演おめでとう。50周年は何をしたいですか。早いな、気が早いな。まず15周年でしょ。で50周年めっちゃおもろいけどね、ゲーム実況50周年。今僕26段で70。いや違うか、違う、どんな計算、どんな計算。40年後か、まあ、60歳くらいか。まあ何する、何してんだろう。マジ盆栽だと思うよ。
盆栽してると思う。人生で重きを置く部分は何ですか？いやなんか昔はってかまあ今も人生の8割は YouTube で、昔はマジ10割だったの。本当にマジでもう YouTube だけだったんだけど、最近はちょっとねこうゆっくり休んだりすることも増えて、まあ8割 YouTube で1割遊びで1割食事睡眠まあ健康ってことよね。うん、健康ってこと。ちなみにこの8割 YouTube の中にイベントも入ってるからね。そう、そんな感じでございます。はい、ということで結構質問読みましたね。いやなんか落ち着いた質問コーナーだったね。大人になったな俺も、まあ、とにかくこの動画で伝えたかったことは、まあ、11周年だから、まあ、何やろうかなって思ったのよ。でもね今年ちょっととあることを用意してて、はい、まあ、11周年の記念っていうか、まあそれで、まあそれはまたね今年の後半から、まあまたいつかね11周年の間に、まあ、起きると思うんですけど、一旦なんか動画撮りたいなって思って、でなんか参加型がいいなって思ったんですよ。みんなが参加できるやつ、なんかそれが一番なんか今やりたいことだなって思って、まあだから僕が言いたいことは、僕だけじゃ絶対動画撮れないし、僕がただ一人でゲーム実況してそれを誰も見てくれなかったら全く意味がないんで、本当にみんないつも見てくれてありがとう。いや幸せです僕は、いつも言ってるけど。でも絶対にね僕は叶えたい目標はいあるんで、とりあえず登録者400万人目指して、そして1万人イベントも絶対にやってやるんで頑張ります。この動画がいいと思ったり、このランプ欲しいなって思ったら高評価ボタン押してください。あなたの家に届くかもしれません、このランプが、抽選で1名様に。はい、じゃあ11周年、本当にありがとうございます。12周年でお会いしましょう。じゃあみんな元気でな、熱中症なんなよ、水分取るよ、ちゃんと寝ろよ、ご飯いっぱい食べろよ、たまには歩けよ、日光浴びるのも大切だぞ、なんか筋トレとかもいいらしいぞ、お母さんに感謝しろよ、お父さんにもな、今周りにいる人を大切にしろよ、友達って簡単にできないぞ、大切にしろよ、周りにいる人大切にしろよな、頼むぞ、ありがとうな、ありがとう。